の猫は3・11地震の1週間後にものすごい強風の時に庭に現れて私の後をずっとついてきたので変わってる猫だなと思って飼い始めましたそれで3・11の時はですねここにいたんですけどたまたまあのスーパーマーケットに行こうと思ってドアを開けたら家の地震が来たのでびっくりして。 家族はもう死んだなって多分ビルが潰れて死んだなと思って慌てて NHK をつけて外でどうしようどうしようと思ってもずっと地震が収まらないので最初の地震から30分後1時間後かなもう荷物をまとめて逃げようと思って大きな通りに出たらたまたま前をタクシーが取り掛かって。 浅黒いなんかの増上寺のお坊さんにいるような背の低い朝黒い東南アジア系の日系人の男性がですね丸顔でギョロメの「今お客さんを木更津駅から乗せてきずっと来たんだよ」って言うんですで「えー、でもこの大地震ってそんな冷静にいられるのかな?」と思って「木更津からですか?」って聞いたら「そうですよえー、へへへ」っつって。 っていうんでこれみんな死んでますよねこれ都心の人って言ったら僕は知らないって言われてタクシーの運転手ってちょっと変わってますね船橋火災の時もこの辺一帯がですねものすごい白煙で覆われて 2m 先が見えないので呼吸も苦しいしあの死ぬなと思って慌てていつもの勘で大きい通りに出たら前が見えないので。 たたまたま前をタクシーが止まって朝黒い平らな顔の逆三角形みたいな小柄な男性がタクシー運転手で「とにかく傘より先に逃げるのでとにかく走ってください」とお願いしたら「妙伝んがいいよ妙伝んがいい」って言うんですね。で「これは死にます,し死にますよ」って言ったら妙伝なんか煙が来て